こんにちは、料理教室のボンちゃんです。今日はお湯漬けパスタをご紹介したいと思います。水漬けパスタご存知の方多いと思うんですけれども、浸水時間が最低でも2時間、長いものだったら4時間ぐらいかかるんですけれども、茹で時間が7分のものですと浸水時間はたったの1時間で済みます。とっても手軽にできるので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。では早速作っていきたいと思います。まず平たいバットにパスタを入れます。50度のお湯というのは、手を入れてみてちょっと 1,2 秒つけられるぐらいの熱さです。こんな感じが目安です。温度計がある方は温度計で測ってみても大丈夫です。これを入れていきます。はい、こんな感じでパスタが戻りました。1本取ってみて、先っぽを押してみて、折れなければちょうどいいです。まだ水戻しが足りないとポキッと折れてしまいます。その場合はもうちょっとつけてください。そうしましたら、これを水にあげていきます。この漬け汁は後でちょっと使いますので取っといてください。そしてこんな感じで水につけた状態で冷蔵庫で保存することもできます。好きな時に1分茹で上げればいいので、とっても便利です。そしてこちらのお湯漬けパスタは冷凍保存することもできます。これは茹でる前のお湯漬けパスタです。こちらにオリーブオイルを混ぜておきます。解凍した時にほぐしやすくなって、あと冷凍中の乾燥を防いだりする働きもあります。こんな感じでオリーブオイルをまぶしておきます。はい、そしたらラップに取ります。ちょっと広げます。はい、こちらで冷凍庫で1ヶ月くらいは保存できます。お鍋にお湯を沸かします。お湯の量はそんなに多くなくて大丈夫です。普通のパスタですとたっぷりのお水を沸かすんですけれども、お湯漬けパスタの場合は適量で大丈夫です。そこにお塩を入れます。お湯の 1% のお塩、通常ですと加えるんですけれども、お湯漬けパスタの場合は少し濃いめに塩をもう1つまみか2つまみくらい入れてください。そして先ほどの漬け汁もちょっと加えます。この漬け汁にはでんぷん質が流れ出てますので、それを戻し入れることによってパスタがよりもっちりと仕上がります。はい、沸騰したら入れていきます。入れた瞬間に黄色っぽくなってパスタの色に戻ります。はい、1分も茹でれば大丈夫です。ざるに上げていきます。はい、お湯漬けパスタの出来上がりです。あっという間に出来上がりますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてください。このチャンネルでは、知って得する料理のコツやテクニックなどの料理術を簡単レシピとともにお届けしています。よかったらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。